福田島。さすがにみんな飽きたから。あ、そうだ、まだ候補やってないですね。そうですね、みんなじゃあぜひツイッターとかで広げてくださいね。はい、あ、声は終わりました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんはでした。はい、祭りごと政治を身近にするユーストリーム番組ということで第、4回目になりました。はい、今日も参加していただきましてありがとうございます。はい、この番組はですね、あの、まあ、一応政治をもうちょっとこう、なんていうんですかね、あんまりこう話しづらいことだなとか、あるいはちょっとこう気取ってるとか逆にかっこ悪いとかそういうことだと思わないで、もっとこう仲間同士、友達とか友人知人とかとですね、気軽に話できるようにしていきたいなと。でその中でこう知識がないと話できないとか、まあね、なんか引っ込んでろみたいな空気があまり好きじゃないので、まあ、自分たちが知っている範囲の知識で、政治について一緒に話をすると。でその中でもう詳しくなることは詳しくなるし、新しい発見とか、あるいはこう、あ、こういう考え方もあるのかという、自分の考え方といいとか悪いとかではなくて、こういう立場の人たちもいてみたいなことまでですね、みんなで徐々に考えていけるようになったらいいのかなと思ってやっております。はい、特にここの定型を決めてないのでですね、毎回多分言ってることが違うと思うんですけどそのうち決めますんで、はい、許してください。はい、というわけで今日はですね、ちょっとスペシャルゲストに来ていただいてましてですね、はい、政治家さんについての話をしていきたいなと思っております。はい、結構やっぱりみんなこう、まあ、私もね、学生の時とかよく2チャンネルとか見てたんで、何かあるとすぐ政治家のことを叩いてたんだ、何やってんの政治家やめろよとかってよく思ってた、実際に。でも政治家の人たちだってやっぱ本当にいろいろ大変なことを やりながらだし、多分こう我々が知らないような前提とかもあってこういう決断をしなきゃいけないとか、まあ、そういうこともいろいろあるし、あるいは実は、ね、カメラが回ってない裏側とかでは、まあ、意外と こっちの人とこっちの人も仲良くしてたりみたいなことも多分あるんじゃないかなと、人間同士だし、その辺のですね、まあ、裏側というよりは本当はそっちが表だろうっていうところをですね、ちょっとここでこう見ていただいているみんなと共有していけたらいいのかなというふうに思っています。はい、というわけで、今日の司会進行を務めます私、漆田と申します。よろしくお願いします。で、こっちからですね、徐々に自己紹介をしていっていただければ。どっちを見ればいいですかね。じゃあ、あのカメラを見ながらお願いします。はい、衆議院議員の、郡和子の主張をしております、郷子でございます。皆さんと面白い議論をできればいいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これ声大丈夫ですか？はい。大丈夫ですか？はい。ここら辺で集合してますので、ぜひ皆さん、こっちの方で大きめに喋っていただければと思います。はい。はい。じゃあ、かれこれ連続ゲスト、はい、3回目、はい、ですね、はい、ありがとうございます。湯沢美智子と申します。はい、NPO 法人 .jp でスタッフをしております。今日は郷子さんが来るということで、うん、明日テストですけど来ました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、テストに支障がない程度に行きましょう。はい、はい、東学院大経済学部4年の菊田弥平と申します。今日は楽しく話したいと思うのでよろしくお願いします。はい、だいぶ緊張しますね。そうですね。はい、はい、NPO 法人 .jp で今裏方をやっています青木優斗と言います。僕も明日教授からの救済、世に言う再テストというものを受けるのでまあそれでも今日は頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに、じゃあ、私以外の皆さんは全員 .jp に何らか関係してるって感じですか？あ、確かに。確かにそうですよね。インターン、インターンってことか。インターン、インターン、後、支部長みたいな。はい。で、受け入れをしているというような感じですね。私は全然 .jp って知りませんでしたけど、あったのかな ?2005、6年。6年からです。あ、じゃあ私が卒業した年にできたんだな。はい。.jp って皆さんご存知でしょうか？学生さんですね、議員インターンを何ですか、紹介する組織そうですね、議員事務所でのインターンを通して、はい、まあ、政治や議員に馴染んでもらおうと、はいはいはい、ということで、まあ、結構市議会議員さんとか県議会議員さんとかいろんな人が、まあ、受け入れに協力していただいてて、でしかも国会議員の堀和子さんも受け入れに協力していただいているということですね。国会議員
の受け入れって結構多いんですか？やっぱりあんまり。そうですね、かなりの事務所、はい、まあ私は宮城でしか知らないですけど、はい、宮城では、はいはい、かなり宮城では6事務所ですね。へえ、じゃあ相当ですね。で、山形1事務所ってす、はい、あ、なるほど、皆さんありがとうございますあ、でもぜひなんかそういう機会ね、もっとどんどん広がっていって、まあ、本当はね、学生だけじゃなくて大人も全然政治に興味持ってない人多いから大人の人もそういう機会があればいいのかもしれないけど、でもそれはまたご用意の話だと思いますけど、うん、はい、そんな感じのメンバーでですね、今日は、たっぷりお伝えしていきたいなと思っております。はい、全然視聴者数がいないのでですね、どうしようかな見ていただいている方、ぜひよろしければソーシャルストリーム、見てる画面のおそらく右側にですね、チャットのウィンドウみたいなのが出てると思いますので、ぜひ我々が話している内容でツッコミとか、あと質問とかあれば、ぜひ随時、コメントを残していただければと思います。あとですね、まあ、一応番組の、決まり事としてですね、まあ、あまりこう特定の政党とか政治家に対する批判というか、こう悪口とかそういうことをですね、なるべく終始しないようにしていきたいなと思っているのと、最初にも言った通り、政治についての知識って本当にこういろんなレベルというかあると思うし、まあ、こっちは詳しいけどこっちは詳しくないみたいなこともあると思います。あるいは政治に参加したことも、例えばもう投票にすら実は行ったことないみたいな人もいると思いますし、あるいはきちんと政治集会みたいなものに参加しているとか、まあ、いろんな立場の人がいると思うんですけど、その立場とか知識量であんまりこう差をつけないでですね、自分が知っている等身大の、情報量とかで、議論に参加してほしいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、はい、ということで、じゃあのんびりと始めていきましょうか、はい、はい、まずですね、最初にゴッコさんのお仕事をちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、政治秘書って、はい、皆さんでも普段表舞台に政治秘書さんって立たないじゃないですか。そうですね、はい、何か立つとしたら、ね、そのいきなりこういう名前出していいのか分かんないですけど、その小沢さんの事件の時とかにこういうみたいなあって、なんか逆にあんまりこういいことの時に名前を聞かないなっていうのがあると思うんですけど、まあ、もちろんそんなことないと思うんですよ、はい、国会議員何百人と活躍している中で、その人に下に秘書さんたちがいて、多分おのおのそれぞれ非常に活躍をしているんだろうなと思うので、まあ、まずは今豪子さんがやっている仕事とか、あるいはその周りの他の議員さんがやっているお仕事とか、簡単にこう教えていただけないかなと。そうですね、なんかすごく広くて困っているところもあるんですけど、まずは大子さん自身の仕事。そうですね、私の仕事としては、まあ、政治家の秘書の方々は本当にいろいろな種類の方々もいらっしゃいますし、はい、一概には言えないところがもちろんあるんですが、あ、はい、まあ、俗に言う、まあ、普通の社長秘書と同じようなスケジュール管理を される方っていうのももちろんいらっしゃいます。ただ私はですね、まあ、どちらかというと、まあ、本当にいろいろなんですが、例えばよく皆様が見てらっしゃるポスターございますよね、うんうん、まあ、そのポスターを貼ったりっていうのももちろんあります。あと一番は支持をしていただいている方々に、私たちの今の政策というのはどういうことをやっているのか、でよくテレビでなんとか法なんとか法と出されていますが、それについての経緯とかをですね、織り交ぜながらいろいろお話をさせていただいたりすることもございます。また、議員がですね、しっかりと仕事が、パフォーマンスが 120% 出せるようにですね、その時々の法案に合わせたヒアリングや視察等のセッティングと、そういうことも含めてですね、っていうのが、まあ、全般的な秘書業務、国会議員の秘書業務と言われるようなところかなというふうに思います、うん、はい、ちなみに堀和子さんの事務所は、はい、秘書さんは全部で何人ぐらいいらっしゃるんですか？仙台に6人、東京に2人、はい、あ、そうか、仙台だけじゃないんですね、はい、東京にいる秘書さんたちってのは主にどういう仕事を？ですね、まあ、私たちの事務所では一人ちょっと今育休を取って、はい、あ、育休取れるんですね、すごい、はい、っていうところもあるんですが、はい、私たちの事務所は東京にいるのは政策秘書という、国会議員の秘書っていうのは3人まで国で、はい、認められている公設という秘書があります、はいはい、で政策秘書が、まあ、東京にありますけど、そういう政策の立法を手助けするというのが全般な仕事になっております、うんうんうん、
立法をお手伝いする、はい、でも皆さん、豪子さんもその立法とかをする上のこう調べたりとかっていうのをやるんですか。もちろん何か、まあ、こういうのの調査にしたりとか今現状どうなってると言ったら、はい、私たちももちろん、お話をお伺いしてそのレポートを上げるということはもちろんございます、はいはい、でも東京にいる人たちは、まあ、それを中心にやるというか、そうですね、はい、そんな感じですか。なるほど。じゃあ、あと今その、政策秘書なんていう言葉が出てきたんですけれども、はい、まあ、3人まで認められていて、その人たちというのは、国からいわゆるその 給与と言っていいんですか、その場合は。そうですね、給与が、はい、出る、はい、国家公務員の、はい、あ、国家公務員として、はい、なるほど。それは、全議員さん、衆議院参議院問わず 3人までいらっしゃる、はい、でそれはじゃあほぼ全議員さんがそういう議員の資産を持っているってことですね。はいはい、でそれ以外にも秘書さんという形態があると、はいはいはい、それは、はい、もちろん俗に言う議員歳費と言われるところから、はいはい、まあ、私たちはこう活動をさせていただいているというところですね、はい、まあ、国会議員さんが、まあ、自分の使えるお金というか、その国から与えられ国会議員として与えられたお金の中から出している、はい、じゃあそれ人数はバラバラなんですか。議員さんによってこう秘書さんも雇っている。あ、そうですね、はい、そうです、はい、政策秘書ってあれですよね、試験とかあるんですよね。あ、そうです、政策秘書は試験があります。へ、10年以上やってる人は無条件になるとかでしたっけ。無条件ではなかったと思います。政策秘書試験はものすごく難しいものですね。国一並みって聞いたんですか。そうですね、はい、私も問題拝見させていただいたんですが、はい、経済学部卒ですけど、経済の分野のところでもすごい難解だなと思って。そんな内容で、それはあくまでそのなんて言うんでしょう、その普通の公務員みたいに、はい、こう国一の試験とかではなくて、その秘書さんを雇うためにそういう試験、政策秘書試験というのを受けて、はい、受かった後で、はい、その各国会議員衆参合わせてですね、一人その政策秘書を雇いますというのがありまして、その中から、はいはい、有資格者の中からこう雇用するということですね。っていうことは、途中でこう、なんだろう、議員さん、その政策秘書さんが、こうつく議員さんが変わったりっていうことも、っていうこともあると聞いてます。あんまり事例としてはそんなに多くないですか。私たちの事務所はまずと、はい、はい、同じ方が、はい、例えばその議員さんが、まあ、まあ、落選するっていうのはちょっとあれですけど、引退とかそういうケースもあるじゃないですか、はい、そういう、あるいは新しく、初当選の議員さんとかの政策秘書さんっていうのは、例えばベテランの方からこうの担当した人が、そういうのもあると聞いたことはあります、ね、はい、民主党が政権交代した時とかは、だいぶ自民党の方から、はい、そうですね、はい、まあ、そうですね、ことっていうのは、党も入れ替わることがあり得るわけですよね、はい、そうですね、なんか大変そうですね、そうですね、なんか全く逆のことを言う政策とかを一旦しなきゃいけないわけじゃないですか、そういうのってその方の心情的には OK なんですかね。どうなんですかね。難しい、いきなり難しい話、ね、事務所を移動したことがないから、ね、あ、まあそうです、はいはい、なるほど。またやっぱり公設秘書よりも政策秘書がもらえるお金ってめちゃくちゃ高かったりとかするんですよね。それはでもそうじゃないですか、だって、まあ、確かに公設、公設第1第2があって、まあ、第1第2政策って、ああ、やっぱり政策秘書の方がやっぱり、はい、まあ、ネットでとか見たんですけど、はい、ネット調べてきた結構前ですけど、はい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 、今日のためってわけじゃないんですけど、だいたい10万ぐらい違ったりとかしてます。10万ぐらい金額はちょっとなくそうなんだ、うん、でも国一ですね、そんなに頭いいんだ、それはもらっても全然構わないっていう感じです。政策秘書自体の制度としてはまだそこまで古いわけじゃないですか。そうです、新しいんですね。なんかその国会議員法でしたっけ、はい、そので、まあ、政策をその立案する秘書が必要みたいな条文があって、うん、はい、それを根拠に、まあ、その制度を足したらどうだって話が出て、政策秘書ができたという。もともとその政策秘書というのが枠はあったんですけど、まあ、
そのなんというか任命責任のもとにおいてもともとはあったんです。でそれが有資格ということに、外勤法で変わったんですね。そこで、結構最近の話なんですか。そうですね、ここ10年、十何年とかの話だと記憶してます。なるほど、知ってるね。結構面白かったね、ずっと調べてたんですけど、そこね。でも確かに必要ですよね、ブレーンの形として。なんか民主党に変わった時に政治主導、政治主導って言ってたじゃないですか、はい、なんか官僚からじゃなくて議員さんが募集みたいな、そういう流れの中では必要ですね、うん、やっぱりそういう人。いやだと思いますよね、うん、でもなんか昔とか結構悪用された事例とかもあって、ああの全然政策 の, その能力がなくて、ただ10年間その公設をやってたから名前だけ貸してその給料を議員が自分の懐に入れてたっていう。それであの土井孝子また何かあった問題だったんですけど、ゴッコさんが参加しづらい、いや、いいんだけど、そういう話したいんだけど、そういう話するとき一番楽しそうなんで本当気をつけてくださいね、あのさらっとね。いやでも、なんか何でも思うんだけど、その制度ってさ、その別に悪用しようと思えばいくらでも悪用できるし、ただそのもしかしたら諸外国とかと比べると日本ってそこのチェック機能弱いのかなっていう気はするんですよね。だってその例えばあの、まあ、いきなりの話ですけど、例えばその議員の歳費、まあ、よくその間違って給料って言われちゃうと思うんですけど、国会議員さんの、まあ、国から出されている歳費という表現ですか、を、まあ、減らそうという議論は常にあるじゃないですか。なんだけど、でも真面目にやっぱり、あ、今じゃあ 招きますんでちょっと少しだけお待ちください。そのせっかくその真面目にそのお金をいっぱい使って、あの使える限り有効に使って、こうなんだろう、世の中の事例を調査したりとか、あるいはどういう立法ができるかみたいなことを調査したりとかで、あのちゃんとそういう仕事ができる議員さんに給料を払ってみたいな、あの議員さんがいて、でもなんか一方でそういう悪用している議員さんがいて、全体としてやっぱり政治家はけしからんから給料下げろって話になっちゃったら、なんかまともにこう仕事している政治家さんたちが使えるお金がなくなっちゃったりするわけですよ、ね、そこら辺はすごく難しいなということをですね、ちょっと思ったりしつつ、まあ、その辺のところとかにもですね、興味のあるゲストが2人来ましたので、ちょっと画面の中に加わっていただきたいなと思います。拍手で、じゃあ拍手で、はい。なんか、ボンコさん来た時別に拍手してないよね。一番最初座ってますよね。みんなさん。というわけで、じゃあ早速なんですけど、はい、自己紹介を、じゃあ、瀬川さん、くんから、はい、でしょうか。はい、大学時代の友達と単位と睡眠時間は何よりも買い難いものだと思ってます。寝坊してすいませんでした。はい、さっき起きたばっかりです。はい、15分前に起きました。同じくドット JP のインターンは、インターンもやってます。やってますね、はい、某県議会議員のところで。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。トマトジュースの方。はい、そうです。ザオハーブの平子です。はい、ザオから来ました。ザオから来ました。ありがとうございます。はい、興味あったので、はい、あの録画は見に行ったんですけど。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、政治についてなんか今まで関わったことってありますか。そうですね、いろいろ考えたりはするんですけど、真面目なキャラではないので、はい、あんまり政治のこと考えてないだろうって、はい、結構世の中の人に思われてるんですけど、結構考えてると思います。大事ですよね。はい、ありがとうございます。ぜひじゃあちょっと一緒にあのいろいろあの話していきましょう。はい、はい、あのぜひ率直にいろんな質問を投げてください。はい、あの最近コメント欄がちょっとおとなしいのでここにいる皆さんの質問が全てなのでよろしくお願いします。はい、じゃあ、続けていきたいと思うんですけど、今ですね最初のイントロでまず、郡和子さん、宮城県第1区の民主党、衆議院議員の郡和子さんの、秘書をされている郷子さんを今日はですね特別ゲストにお招きしていまして、まあ、政治家のいろんな話が聞ければいいなと思ってるんですけど、で最初にまずですね郷子さん自身の、お仕事とか、あるいはちょっとその、政策秘書だったり公設秘書だったりっていうようなところの話にですね今ちょっとだけ本当触れていました。まだまだ全然話はあのイントロダクションって感じなんですけれども、何か皆さん早速聞きたいことってありますか。そうですね、直接政治的なところに触れるわけじゃないんですけども、郡、はいはい、さんって今回
その受かるまでにめっちゃ時間かかったじゃないですか。すげえ。いきなりそういう深いところ入ってくる。その時の心境とかやっぱ聞きたいな。ああ、なるほど。まあ、自分もお仕事にもかかってくるところじゃないですか。そうだから政治家さん、要するに特に衆議院議員の方っていうのは、まあ、いつその失職でいいんですかね、表現は。失職して選挙っていうことになるかもわからない状況なわけじゃないですか、実際的には。でその中で、議員秘書さんっていうのは、当然その選挙期間中も一緒になって、まあ、戦うわけですよね。でまあ、今回、コーリさんは、まあまあ、でも事実だから言って大丈夫なんですよね。あの衆院選で、まあ、比例のこう復活当選を、されたわけですけど、結構そこもやっぱり民主党さんの間での順位、まあ、結果的に順位争い、争ってるわけではないんでしょうけど、があって、その小選挙区での投票率が、高いか低いかによって、その得票率か、得票率が高いか低いかによって、その比例で当選する順位がまあつけられてしまうというところで、まあ今回郡さんは、まあ前評判ではまあちょっと順位的には下の方だったんだけれども、3位、得票率3位ということになって、東北3位という得票率で当選を果たされたというところですね。で、まあ、長谷川君はいきなりじゃその時の心境を語ってくれたというですね、超無茶ぶりだったんですけど、せっかくだからちょっと聞いてみたいですよね。常に寄り添ってるわけですもんね、そうですね、はい、はい、やはり正直なところを言うと、相当、まあ、ヒヤヒヤしたところはもちろんあります。ただ、私たちは、まあ、衆議院の秘書として、はい、またまあ、議員は衆議院としていつそうなるかわからないという状況の中で、だからこそ一生懸命一日一日を無駄にせずに、まあ政策を勉強して、で皆様の声を聞いて国会でいろいろな議論をさせていただくということをできるだと思います。ただやはり2時半2時半、はい、見てます。そっか、もう当確がそれまでは本当にドキドキしましたね、はい、そりゃそうですよね。なんかどこの議員さんも秘書さんも、うん、日本を変えてやるんだっていうすごい力強い思いのもとでやっていて、うん、まあみんなはね、バカバカ叩きいたりしますけども、でも絶対この人ならっていう人についていくっていうところで、やっぱり僕も見ててすごくハラハラしましたね。なんか割かし議員さんたちに近くて、皆さんが本当に頑張ってやってたので、だから起きてました。日本を良くしたいっていう方々のぶつかり合いですからね。そうですね。あの時結局同じブロック、選挙区から作品の話とすごく怖い怖いまだね、序盤だからね、まあ、はい、土井さんがまず受かった東北すぐ出て、はい、でなぜか3位の林さんが出たじゃないですか、はい、やっぱりそこでの焦りとかっていうのはすごいありました。そこ、ああ3位の方、もう受かっちゃって、ああって自分のとこどうなんだろうっていう気持ちにはすごいなるわけです。林さんってみんなの党の、そうですね、はいはい、比例当選で比例当選がもう11時ぐらいにはもう出てたので、あ、なるほどなるほど、もう3位だけど、はい、もう3位が大体確定だけど、多分あれです、混乱しちゃうんで、小選挙区での得票率は3位だったけど、すぐ比例でってことですね、はい、すぐ出ちゃったんですよ、はいはいはい、そうですね、なるほど。もう私たちはまあ、どちらかというと民主党としての、うん、まあ、何議席比例で自分たちの得票率はどのくらいかというところに集中をしています。まあ、もしかしたら違う方もいらっしゃったかもしれませんが、私個人としてはそうでしたね。うん、なんか今回民主党ニュースとかでずっと見てると、民主党への逆風がすごいみたいなのを拝見してたんですけど、そういうのって実際選挙活動されてて感じました？逆風というものですか。いや、それは挨拶回りに行くと、はい、なんか帰れよみたいな。そんなもうどう、そうですね、なかなか厳しい質問が答えられなかったらいうのがありますけど、やはり私たち毎週街頭演説を通りさせていただいているんです。で、まあ、そこでは
やはり私が入ったのは2008年なんですが、まあ、その時2008年2009年と比べるとっていうのはもちろんありますね。厳しい声がこう、はい、飛び出してですから、やはり、はい、その中でも民主党の理念っていうものにすごい共感していただいて、ご支持いただいている方っていうのもそれまた一方では数多くいらっしゃる、その方々のご声援っていうのは非常に力強く感じてます。なるほど、ありがとうございます、はい、皆さん衆院選の日どうしてました？ちなみに私は家にテレビがないんでリアルタイムで盛り上がる術もなくもうなんか日が越えるぐらい寝ちゃったんですけど見てましたよ、4時までずっと見てました。やっぱりそう、ね、ドット JP とかやっていたら興味持ちますもんね、政治について、ね、みんな起きてました？起きてました、走りついてました。全然だ、自分の選挙区がなんか割と強い人がそ、はい、すぐさま決まるような人だったんで、気仙沼ですよ。そうそうそう、あ、そっか、なるほど。小野寺一則さんが、はいはい、まあ、防衛大臣になった方が、うん、もうあまりにも盤石すぎるんで、うん、あ、決まったわとか思って他の地区を眺めつつ、はい、じゃあ寝るかみたいな。なるほどね。平野さん、あれ、蔵王って何区でしたっけ？蔵王3区。3区か、はい、見てましたか？そうです、はい、フットサル行ってそうだ、そうだ、帰ってきて、でももうなんかちょっとね、ニュースでインターネットとか携帯で見たら自民党圧勝っていうのは分かってたので、ああもう自民党圧勝だなーっつって、それで寝ちゃいましたね。なんだーっつって。なるほど、はい、はい、僕もそうですね、まあ途中までは、まあ、ドット JP にいるんで気になるかなと思って選挙特番見てたんですけど、あれよあれよ、あれよっていう間に、まあ、だんだんこう、ね、こっくりこっくりしていってって感じ。ああ、こっくりこっくり、はい、なるほどね。でも選挙特番って面白いですよね、僕好きなんですけど、石破防衛大臣がパッて出たとき、石破さんが出たときにカレー作りにこだわりがあるあれ、あれすあれツイッターですごい俺も見たけど、ネットでこういろいろキャプチャーとか見たけど、あれは誰の書いてるんですか？あれはテレ東ですね。あ、テレ東、でもいや、テレ東じゃない、なんか俺TBS がユーストリーム中継してたんですよ。多分テレビで映ってるのとは別なんだけど、ユーストリームで生で見れるように。あ、そう、俺それ見てたんだ途中まで。そこもなんかそのコメントが変なおかしくて、なんかなぜかわかんないけど自民党の当選者になると趣味とかの話になるんだけど、他の党のこと書いてあるのに、なんか自転車に乗ってどうのが好きとかって関係ないじゃんこれみたいな、うん、なんかその僕の面白さっていうのは、うん、なんかもう一つあって、うん、というのもその政治家の人たちの個人個人の歴史がすごいわかるじゃないですか、うんうんうん、どういった経歴だったとか、うんうんうん、どういったその、うんうん、ことに影響を受けてこういう考えを持ったみたいなのをすごい、その時でバッていろいろ吸収できるんで、僕はだから朝まで見るんですけど、ね、でも確かにそういう情報をどんどん出してもらえたらね、なった人の経歴が分かるわけ。そう、なんか例えばなんかこの人は地元でなんかこういうことを言ったからなんかちょっと反感食らってるとか、そういうことも全部分かるじゃないですか。その例えば問題発言した人だったらその後じゃあどうなったのかとか、あ、やっぱりやってたね、なんかやっぱ菅さんは全然話聞いてくれないとかなんかそういうのもあるじゃないですか。なんかそういうのがやっぱり知れるっていうのが、うん、なんかその選挙の時の、うん、まあ、楽しみなのかなと思って、ね、ずっとだから、ね、なんかあの人は今的な、ね、だから僕中学校の時から選挙速報はずっと見てるんですけどオタクだな。そうなんです、本当に。でも若干やっぱテレビだとこうショーっぽいっていうか、うん、なんかそういう傾向感じしません？衆議院選とかって。 そうですあれって議員さんから見たらどうなんですか？あれってやりやすいやりづらいっていうか、議員さんというかこう、まあ、すごい恥ずかしい話をしてます。私この世界に入る前までは、はい、選挙速報というのは自分のところ、自分の選挙区だったら、うんうん、まあその時もすごい若かったので、うんうん、世界に入る前は、うん、自分のところくらいしか見ていなかったんですよね。あ、はいはい、で、まあ、この世界に入って、からの選挙というのは NHK しか、もちろん NHK を、やはり性格だな、まあ、大丈夫ですかね、こういうメッセージ。あ、まあいいと思います。別にマスメディア批判は全然大歓迎です、はい。いいところを取っ、私政治家よりメディアに対する、まあ、非常に数字データで出していますよね、NHK さん、というのでだそういうところあまり、あまりこう小っぽいところが、はい、議員さんのところにも当然その取材クルー来てますよね。
はい、もちろん。なんかそういう方々とはこう どうなんですか、どういうやり取りをされるんですか、取材に来てる記者さんとか、はい、あと多分テレビなんかはこうその一区の状況が変わるタイミングでこうカメラ飛ばせるようにとかってこう待機してたりすることとか多分いらっしゃいますよね、はい、そういう方々はこうじっと座ってるんですか、それともこう雑談とかしてるんですか、一緒に。いや、もうあの、まあ、投票日ですよね、はいはい、はもう見守っていただくというか、まあ、後ろで、はい、取材の方々がいらっしゃって、はいはい、まあ、その段の上を見ていただいてますね。うん、そうでしょうね、はい、ずっと、あれ、2時でしたっけ、4時でしたっけ、あれ2時半、2時半までずっと記者さんたちは張り付きですね、はい、あ、帰っちゃったところもあれ、いや、2時くらいにはもう全社揃う、はい、あ、なるほど、あ、このぐらいで来るなみたいなタイミングを見計らって、はい、って、あ、いや別にそれは何を隠すようなことじゃないと思うんですけど、はい、はい、実は11時半くらいでほとんどいなくなった、ああ、うん、その、そっか、小選挙区の方はもう結果出たし、はい、みたいな感じで、で、また30分くらいして、はい、こうカメラの方々がまたいらっしゃったっていう、はい、もうあれですよね、そのある意味では敗戦も覚悟したような状況で、ですね、まあ、私たちは まあ、11時、12時と時間が経つにつれて、はい、比例順位も上がっていったということで、うん、信じて、はいはいはい、最後まで諦めずに信じていたというところはあります、はいはい、すごいですね、平野さん見たことありますか、何や、選挙当日の、いや見たってこと、選挙事務所に行ったことあるなと思ってとか、いや選挙事務所には行ったことないです、うん、私もないですけどさすがに、なんかこうどうしたらいいかな、ちょっと今それで振り方を間違えました今日小林さんすごいなと思ったのが、はい、まだ自分が当選決まっていない時にもう、ちゃんとメディア対応してたのか、すごいなと思ってたので、なんかその当選やっぱ隠れてたりとかするじゃないですか、ホテルに当選決まるまでホテル近くのホテルとか行ったりとか、そういう人が多い中で、そう、多い中でちゃんとメディア対応とか単独インタビューとかにちゃんと出てて、なんでそんなこと知ってんだ、見てた確かにね、そうだったね、それがなんかやっぱすごいなと思って、ユーザー愛的にはどういうところがグッドポイント、隠れずに堂々としてたところというところがまあすごいなと思って、その普通の政治家は絶対朝まで出てこなかったりとか、あ、なんか落ちたら絶対出てこないとか、受かるタイミングで出てくるか、まあ、もしくは党代表の人たちがこう、ね、座ってるのはまあ、あるとしてえ、でもなんか落ちて落ちた方、なんか敗戦の弁を述べるとかある、まあ、それは次の日の朝なんです、大体、あ、へー、その日のその日のですか、はい、やる、次の日の朝っていうか、そのあれ開票やって、けど落ちた人ってどうなんですか、その日のうちにやってました、まあ人によるんだろうけど、なんかあれですね、次に向けて自分の心象を良くしないとっていうまあ、ね、それで一旦落ち着いてから行った方がいいなと思ったら一回寝るとかなんかするんじゃない、一、うん、はいはい、回寝る一回寝る、まあそりゃそうだよね、その、まあ、だってそう、ね、そう、俺もそのね、あんまりテレビは見てないから、ユーストとかと、うん、まあ後でこう写真とかねアップされちゃってるのを見てたんですけど、うん、もう安倍さんも野田さんも、うん、もうなんか本当に疲労困憊の顔でこうテレビに映ってるじゃないですか、これ大変だなと思って、もう、そうですね、寝てないところの、一日寝てないところの話じゃないですよね、そうですね、やはり選挙期間、選挙活動ができる時間というのが、はい、1時から8時まで、うんうん、ああ、決まってて、はいはい、もちろんその前に、はい、まあ、事務所さんにもよるんでしょうが、いろいろミーティングをされたり、また8時からスタートなんで、うん、まあ、そこまで行く時間ですよね、はい、うんうんうん、で、まあ、候補者の方が事務所に来る時間というのを含めると、うん、動いている時間が本当に14、5時間っていうのはもうほとんどなんですね、うん、で、そこをその14、5時間っていうのはもう本当にフル活動をされている、うんうん、しかも本当に体力勝負なところもありますので、うんうん、なかなか12時間連続で14、5時間フル活動してるっていう、なかなか大変なそうですよ、まあ、選挙期間中ずっと毎日、そして野田先生だとか安倍先生だと、うん、
全国本当に北海道から沖縄まで、うん、そうですよね、応援に惹かれるっていうので、もう移動だけでも相当疲労ではないかなと思いますね。確かにね、はい、あの集会っていうのは、はい、その8時間、8時から8時までの以外にもできるんですよ。いや、8時、8時までです、はい、政治活動。あ、なんかもう一つなんか喋ろうとしません？初日ですね、はい、あの野間先生も阿部先生も、うん、あの福島からスタートをして、うん、で、数時間後には仙台にいらっしゃって、うんうんうん、そうでしょうね、そう東北をですね、まず縦断したって、はい、してもう初日だけでもそういうような移動距離だったんですね、うん、確かに。そっかの新聞社で見ましたけど、あの役員の方々の総移動距離を合わせると地球何周分とか言ってしまう、それって何で移動してたんですか？あ、大体新幹線ですね。あ、なるほど。なんかあの橋本さんと石原さんのだけ見に行ったんですけど、はい、なんか私たちはお金がないので、あのレンタカーじゃない、自分たちの車1台か2台持ってるんですけど、それだけで移動してきましたみたいなことを、あ、そうなんですか、ちょっと自慢げに言ったんです。それパフォーマンスではなくて多分本当だと思います。本当に石原さんお金ないってことあるの？確かに分かんない。あ、まあ、その政党助成金とかもらえてないとかって意味か。そうだと思う。そういうことか、そっかそっかそっか。今回選挙で、まあ、敗戦の弁とかの話でなんですけど、はい、印象的だったのが、なんか勝った安倍さんとか、はい、もしくは今回結構表立った進次郎さんとかが、うん、もうすごい鎮痛な顔で勝てましたみたいなことを言ってたじゃないですか。 あれが結構印象的だったなと思ったんですけど、どう見てました？民主党の議員さんか、サイドの方から見ると。もっともっと、すごく正直な話をもっとすると、はい、自分たちのところでいっぱいいっぱいしてそ、はい、っちまで見てるような、まあ、でも彼らもやっぱりその、ね、あの郡さん民主党議員なので、その民主党がどうこうって話をするのは難しいですけど、自分たちの支持で勝ったという認識ではいけないみたいなことはもう当日から言ってましたよね、やっぱり。言ってましたね、うん、そういうところは今回の選挙はすごくこう、あの票のその結果が難しいというか、多分政治家さんたち本人たちにとってもこの結果をどういうふうに評価したらいいのかって、すごい難しい選挙でしたよね、っていうふうに思いますけれども、逆にそのちょっとこう、あのね、最初政治家さんっていうか秘書さんの話を最初聞いてたんで、私ちょっとあのまた聞きづらいことをちょっと聞いてみたいんですけど、例えばその議員さんがまあその選挙に負けてしまったという場合、秘書さんたちというのはどうなるんですか？そうですね、まあ、それも、はい、まあ、場所による場所にもよりますし、その党にも多分よるんだとは思います。あの、はい、まあ、失職をされた、まあ、落選を、はい、落選をされてしまったと言ってもですね、まあ、あのやはり残務というのがもちろん残っておりまして、それは一人や二人でできる量でももちろんありませんので、はい、あのそこの仕事は、まあ、確実にやらなくてはいけない。また、苦戦されても支部としてはもちろん残りますので、はい、そうですね、まあ、次の選挙に向けた活動というのももちろんしなくてはいけないというので、はい、まあ、それは事務所のスタンスにもよるのかなというのは思います。例えばその政策秘書さんとか公設秘書さんっていうのは、はい、まあ、国のお金から給料が支給されてるわけじゃないですか、はい、それは失職した瞬間になくなるんですか？失職した瞬間ではなく解散した瞬間ですね、はい、あ、そうか、もうすでにない、はい、そうか、なるほど、そうなんだ、はい、確かに議員も解散って言ったら候補者になりますもんね、はいはい、まあ、確かに、そうか、立法業務、立法業務を補佐するという、はい、その立法府が、はい、に自分についている立法府の人間ない、ああ確かに、なるほど、はい、なので今回も11月16日をもう、はい、昨年の11月16日をもって骨折しても一度解散されている。そうするとその人たちはいなくなっちゃうんですか？いえ、そのまま選挙活動に、あ、一緒にやるんですか、はい、ああなるほど、そこら辺難しいですね。さっきも話してましたけど、その例えば議員さんがこうその骨折秘書さん、骨折秘書さんは国会議員ではない、国会議員、いや、国会議員じゃないです。公設秘書。あ、国会議員じゃない。公務員。そうですね。特別職公務員。特別職公務員。はい、その政策秘書さんとかはその、まあ、別の試験とかもあって、その中でやっていて、で当然さっきの話であったようにその、所属している議員さんのこう政党すら変わる可能性がある中で、でもその人たちは、議
議会とかが解散してもその議員さんの選挙活動を支援するっていうところはなんかこうすごくややこしいなっていうふうに思っちゃうんですけど、うん、どうなんでしょうね。そこはでもやっぱり紹介される時に面接とかあるんじゃないですか、はい、あ、いや、まあ、それは分かるんですけどで、まあ、なんかこの人だったら頑張れるなって思った個別秘書の方が頑張れる、なるほど、選挙が終わるっていう、なるほど、だからそこはもうお金とかの話ではなくて、はい、とりあえず選挙区が終わるまでは一緒に頑張ろうというふうな形でやっぱりその信頼関係がじゃあ、はい、あの代議士さんと秘書さんの間にあるっていうことですね。言われてみれば信頼関係って、まあ、傍から見ててですけどすごいなと思う、はい、なんか一つの事務所はもうチームっていう感じでこう、あの議員さんを引っ張り刺してて、はい、なんかすごい信頼関係とかすごいいい雰囲気の中でやってらっしゃる方が多く感じますね。ちなみに施設秘書さんは給料出るんですか？もちろんです。あそこは出るんですね。そっかそっか。まあ、それはそうですね。生活できないです。いやでもだって公設秘書さんと政策秘書さんはだって議会が解散したら給料出なくなるわけでしょ。ああそういうことですね。ああそうですね。まあ、事務所に、まあ、事務所によるか、そっかそっか、どうなんですかね。そうか、結局事務所の判断で出すか、はい、いや、はい、国会議員も結局11月16日を持って、はい、ああ確かにないですよね。そうなんで、そっか、はい、うん、なるほどね。なんか解散するときに万歳するじゃないですか、はい、なんか万歳して自分失職するみたいなちょっと皮肉っていうか抽象的じゃない。あれなんで万歳するんですか。なんでなんですかね。なんかずっと思ってたんですよ。なんかしきたりとしてみてたんです。あれじゃないですか、僕らから学生からした社会人の乾杯の後の拍手と一緒ですよね。あ、あのわけわかんないけどとりあえずやったりわけわかんないけどその話違う違うんですか。こういう時はですね、Google先生に聞くのが一番いいと思いますよ。はい、はい、結論から申しますとただの慣習だそうです あえて理屈をつけるのであれば出陣式の万歳、つまりこれからもう一回国の行く末を決める選挙をするぞという、はい、なんか時の声的な、はい、なんじゃないかと。でも明治からのことなんですかね、みたいですね。今回ですね、はあ、長い、はあ、明治時代に、まあ、当時の憲法の中で、まあ、天皇陛下に万歳というのが始まりだということはその元自民党の首相の中曽根さんがそういうふうなことをお話ししてた。中曽根さん、なるほど、はい、あ、国事行為の一つ、まあそうですよね、そうですね、はい、なるほど、いうようなこともあるらしいです。今日はかっこいい言葉が散々飛び交って、そうですね、これ大丈夫ですね。ちゃんと難しい簡単な言葉使えてるかどうかちょっとだんだん不安になってきますけど、ちなみにですけど、はい、解散っていう言葉が出たんですけど、はい、解散のタイミングは小売事務所的にはどう、あ、まあ、答えられなかったもうちょっと待ってほしかったなとかもうちょっと早い方が良かったなとかまあでもいろんな時期ってもありますよね、まあ、それ答えづらいじゃないですか。でやはり衆議院の事務所としてはあのいつあってもいいように準備しておくというのがもちろん、はい、うん、衆議院だと思ってます。なるほど、すごい模範的な回答いや、そんなこと言ったって、ね、あと回ってない時にぶっちゃけどうですかって聞いて、大子さんのお知り合いの方とかこの番組見てらっしゃったりするんですか。どうですかね、あの見てる方もいらっしゃるかもしれない。そういう問題じゃない。そういう人しか見てないからいないね。そういう問題じゃない。アーカイブで残ってやばいみたいな、そういうやつですか。そこら辺はそこら辺はちゃんとピー入れるんで。ありがとうございます。本当いろんな議員さん見てるとなんかそういう目先の損得感情じゃなくてやってるなっていうのはすごいひしひし伝わってきますね。だから僕もこういう活動を続けられますし。テレビだと結構そういうところばっかり取り上げられるじゃないですか。いつ解散するとか、うん、この時期に解散しないのはどこどこの政党の、うん、どこどこの国体、ラジオ国体じゃねえや、選対がこうどのこうのでとかっていうこの話ばっかりこう、うん、本当かどうか分かんないようなのも含めて飛び回るじゃないですか、うん、まあ、あれはでもやっぱりその議員一人一人というかその政党の中ではやっぱりその自分の党の情勢とかをこう判断してみたいな人もやっぱりいて、その人たちがそういう決断をしてるってことなんですかね。それともテレビが勝手に騒いでるだけで別に議員的にはっていう、どうなんですかね。まあ、今になってようやくニュースでも当時の解散はいつのタイミングで決まったかなっていうのは、はい、まあ、ヤフーニュースとかでも流れていますけども、私たちはもちろん存じ上げていませんでしたので、はい、
けど、何でしたっけ、解散の1週間前らへんに、はい、国会議員事務所に行ったんですよ、はい、そしたら、そろそろ解散だよって、まあ、そろそろ、まあ、そろそろここ近いうちにあるよって、はい、まあ、それは Mac だってね、あの来週アップデートされるよっていうのを1年間やり続けてるんですかね、この Mac も。そんなもんじゃないです。なんだかんだそろそろって夏ぐらいから言ってなかった。うん、だけどそこではまだまだって言われてて、その瞬間でそろそろあるって言われて、やっぱりその第3局があの結集していないと、でここで結集されたらまずいから、うん、もう 今がチャンスだねっていう話をされて、ね、確かにタイミング的には難しかったです、ね、うん、なんかそのこの前、多分この祭りごとの1回目か2回目の時に、あ、2回目かな、1回目はあの選挙前にやったんで2回目の時にちょろっと話したんですけど、その、まあ、最終的にこれ決断するのは当然野田さんですよね、衆議院解散して決断したのは野田さんですよね。そのやっぱりこう民主党が結果的に負けて、負けてというかそのすごくあの席数を落として、で、まあ、批判もいろいろされてたわけですけど、でも例えばやっぱりこれ以上もし遅くしたら、あのもっと第三勢力が勢いを伸ばしてたかもしれないし、逆に言ったらもうこれでも遅いぐらいだと思って解散し決断したんじゃないかなみたいなことをやっぱりその時にはこう話してたんですよ、うんうん、なんかあの外野がその手段をすごいフォーカスしすぎる、そう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 、その選挙に勝つっていうことはやっぱり自分たちがこういう日本が理想的だっていう、まああのいろんな日本の形はありますけど、自分たちはこういうふうにしたいっていうその強い思いがあってのことだと思うので、うんうんうん、なんかそこの選挙に勝つっていう手段のとこばっかりみんなが取り上げるから、なんか汚くも見えちゃいますね。まあそうそう、ね、なんか勝つために、うん、勝つためにじゃなくてその先を議員は見てるんじゃないかなだから、あとはまあ一方で逆にその、まあ、これも議員さんを擁護するわけじゃないんだけど、言ってもやっぱり選挙に勝たなかったら自分 の, その、ね、その政策思いって反映できないわけで、うん、そうすると、ね、逆に、まあ、確かにこういう場だと言いづらいかもしれないし、まあ、実際そんなことは常に意識しているのかもしれないけど、やっぱり自分たちがきちんとこう勝てるタイミングでっていうことは、まあ、戦力的に考えること自体は、ね、それは悪いっていう風潮の方が変かなっていう気もしなくはないんですけれども、うんうん、ちょっと発言が偏っちゃってるこっちはあの、はい、ユーストにアップしてるんで、うん、あ、そうなんです、ね、ユースト参加なんであれ、ユーストコメントしてる、うん、あれ全然俺のとこに反映されてないやダメダメ、あ、来た来た、どはい、はい、どうですかってこの辺の話政治家さんは選挙の時のあれみんな真面目だなと思って今ですね、あのコメントをいただいている中ではまだ質問とかは来てないんですけども、非常にこう議員秘書さんが話す選挙の話っていうのは面白いぞというコメントがついているので、ね、もうちょっとここ引っ張っていきたいなっていう逆にじゃあ選挙前、選挙期間中ってどうですか、あの、はい、実は私は、いや別の党の別の党の議員さん、参議院議員の方に、まあ、選挙前に話す機会があって、まあ、想像つくと思うんですけど、あの、まあ、その方にですね、いろいろ選挙で質問したらちょっとはぐらかされたんですけど、その中でやっぱもっと議員さんに、若い人が議員さんにもっとこう顔を見せた方がいいんじゃないか的なことを言われてですね、それは非常に私の中ではすごくいいヒントだなと思っていて、それはあのいつかやろうと思ってるんですよ。だから次の参院選の時はちゃんとこう事務所とかにで見る、でも俺一人で行くんじゃなくてこうみんなで束になってみたいななんかあのいや別にあのなんつうの、あの頼もうじゃなくてあの本当に純粋に訪問するとか、あるいはその集会の日時とかも分かんないじゃないですか。そうですね、だから結局逆に言うとその議員さんたちもやっぱりその街頭演説の時以外っていうのは、うん、基本的にその支持者の方と接する機会しかないんですかね。そんなことはないですか、うん、なんかあ、それ選挙中以外あ、選挙期間中の話です。あの、はい、これがですね、かなり難しい話なんですけど、はい、方法だと思うんですよね。方法、例えばあの、はい、インターネットで、はい、あのこの日この時間に、はい、あの集会がどこどこでありますっていうのを、もちろんこれは、うん、あの文書法違反になる、うん、またあの紙に書いてでそれを配る、これも選挙法違反っていうので、うん、あのまあ、どこの事務所さんでもやってると思うんですが、選挙カー、まあ、俗に言う選挙カーと言われるものを
使って、本日何時何分から、こちらの何々会場にて誰々の個人演説会を行います。あ、選挙カーで回ってるんだ。はい、それくらいしかやれる方法がないんですね。またあと電話っていうのは、これは制限がないので、かける選挙中に電話っていうのの選挙活動っていうのは制限がないんですね。なので、やはり電話番号を知っている方々にご連絡をさせていただくということなので、なかなかそこで難しいのかなと。なるほど。そうすると支持者しか結局聞きに行かなくなっちゃうんですね。そうそう、いや、私もその電話するっていう発想になかなか行き着かなくて、新聞とか一生懸命見たんですけど、全然載ってないんですよ。そうですね、まあ、載ってて、はい、まあ、今日誰々が来るっていうのとか、あ、そう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 、はい、そうそれっていう、いわゆる、なんていうか、名前が売れてる人ですね。そうそうですね、あったんで、はい、それはその下のその宣伝欄のところ使って、っていうのは一部あったぐらいで、で、全然その当然ネットも更新されてないから見れないし、私テレビやってない、まあ、でもテレビでも多分そういうのは特にやってないのかなっていう感じで、私はその時はあんだよ全然政治家俺たちに話聞かせる気ねえじゃんとかって思ってたんですよ。その時は正直。でもやっぱり冷静に考えてみたら、そもそも我々にそれを伝える手段が政治家自身制限されてるっていう、そういういびつだよなっていうふうに。なのでやはりご街頭演説っていうのが多くなるんだなと。だからもう逆に私たちとしても本当に若い方々ともちろんいろいろ意見交換をしたいなというふうに思ってます。湯沢君も来たかな。実際ですね、選挙前になるんですけど、はい、学生50人と、うん、もう一日事務所の話し合いをするという企画もさせていただいて、もう本当にいろんな若い方々からいろんなご意見いただいて、それに対もう厳しいそうでもそれに対して国会議員として、まあ、議員がしゃべる、それに対して重要ですよね、話をする、うん、本当はもっともっとこういう機会っていうのは必要だし、私たちもすごく勉強になりますし、でそれがもう反映できればそれが一番だ。そういう部署に行ったら、ちょっとここで今日カメラ回ってるから言えないこととかもこう言ったり、議員さん、その場に伊沢さんとかもいたんで、はい、あれだと思うんですけど、非常に建設的で、的確なお話を、本当に学生の方々勉強されてらっしゃって、本当に高いレベルで質問をいただいて、そんなこと言われると敷居高くなっちゃう。確かに。なんかもうけど、たと経済の話もすごい勉強してると思います。はい、で今日それを結構分かりやすく、また事務所の方もいろいろお話されたりとか、そうですね。やはり全員とお話しすることが、時間も限られているので、難しかったので、最初にですね、まあ、各テーブルに秘書と議員こう分かれてですね、テーブルを回りながらいろいろな質問お話をして、最後30分いただいたマイクを使った質問で国会に直接答える。どっちが主催でやったんですか？学生主催でやったんですけど、選挙事務所というか事務所主催でやったんですか？ですね、これは学生さん団体さんが企画をして、で学生を集めるから、まあ、事務所の方々が来てくださいと、いうのをいただいて、はい、もうもちろん喜んでやらせていただきます。これもともと選挙前に決まってた企画でした、ね。そうなんです。まあ、これももちろん選挙中じゃなかったので、はい、解散した数日後ですね。数日後ですね。はい、できるのかなと思って見てたんですけど。本当に来るのかなと思いました。あ、こんばんは。ちなみにそういうことやってる議員さんってどれぐらい、あんまりいないと結構いるんでしょうか。おお。まあ。画面内にモンスターがちょっと変化を出しました。非常に大変恐縮な感じがいやいや、いやでもそういう機会がいろんな選挙区であるんだったら、全部いろいろね、なかなか難しいですかそれって。やってます。宮城県であれば自民党さんが、はい、例えば学生アットの、うん、意見交換会みたいなのをやってたり、うん、チーム11でしたっけ。彼はちょっと違うけども、そう、なんかそういうので事務所ごととか、あとは政党でもその地区ごとであったりとかしますね。カズマさん来たってコメント書いちゃった。基本的に喋らないで、喋ろうよ。でも本当さっき出てた、どうやって議員に
アクセスしていくか、議員のことを知りたい時期、まあ、選挙期間にどうやってアクセスしていくかっていうので、まあ、今回 .jp もイレポヨ企画っていうので、あのゆるキャラを作りまして、あの稲村という関東のスタッフがいるんですけど、彼をちょっとですねキャラクターにしてみたんですが、まあちょっと、うん、あの内部から似てるねっていうだけで、外部で可愛いって言われるかどうかは別だぞって厳しいですけどまあ、ね、まあ、でも受けたんでしょ。あのまあまあ、皆さんに Facebook いいねとか押してもらったり、拡散してもらったりはしたんですけど、やっぱあの僕たちとしてもネット選挙、ネット選挙活動の推進をしていて、まあ、最近またあの安倍さんがネット選挙をやろうよ、参院選までにやるって言ってましたね、はい。まあ、以前もあの民主党の参議院の方が一度法案出そうとしてくださったことがあったんですけど、やっぱりそういうふうにネット、若い人、僕ら、まあ、スマートフォンとかもまさしくそんな感じですけど、こういうふうにネットにすぐ近づける、ネットを使える状態にある中でどうやってあの発信していこうか、受け手がこういうもん持ってんだから、うん、せっかくあるんだから使おうよっていうのは、うん、僕たちとしてもすごい欲しいものですね。そうですね、うん、あれって人たそのネット法案もし通過したら、一足飛びにその紙の媒体とかは制限されたままネットだけ解禁されるんですか。いや、それはもう、ま、全くあのその法案どういう形で、はい、あのそうか、まだ分からないか、そうかそうか、はい。なんか今までの その自民党案とか民主党案とかのその辺どうなってたんですかね。ちょっとそこまでは勉強しないです今までも結局別にネットダメとかって書いてあるわけじゃなくて、こういう方法でしかやっちゃいけないみたいなルールだったわけで、ネットが結果的に使えなかった、抵触する可能性がある、可能性があるってことですよ。あれはあの何これだったらできるっていう考えが、この選挙関係は、うん、そうするとネットは解禁されたんだけど、相変わらず紙がチラシは配れないみたいな感じだと、今度は逆にその若い人はいいけど、うん、高齢者の方とかがその、ね、さっき言ったように全然その政治家の情報に触れる機会ないわけじゃないですか、うん、いつ集会やりますみたいなチラシも配れないし、うんうん、新聞も広告も載せられないしみたいな。ネットだけ解禁されたら、それはそれでなんかね、まあいいんで、我々は若いから全然いいんですけど、うんうん、まあ、デジタルデバイドとか、そうそうそう、まあでも今は選挙、僕も選挙事務所に見に行ったりしましたけど、やっぱり若い人ってあんまりいなくて、やっぱりお年寄りの方の方がどちらかというと興味があるかなっていう感じがしていて、どうやって若い人たちにこれから日本を背負っていく世代が政治に興味を持つってことは大事だな、あとはまあそうですね、ツールなので増やす分にはいいんじゃないかなっていう、まあ、そうですね、基本的に別に投票解禁するわけじゃないですよね。そうですね、逆にお年寄りの方は新聞たくさん読むかもしれないですけど、はい、若い人は新聞読まないですからね、うんうん、せっかくその秘書さんが来てくださってるから、はい、なんていうのかな、その表上のネット選挙がどうこうよりも、その議員の間でネット選挙がどう思われているかとか、実際 の, そのリテラシーどうですか、なんか考えられているかみたいなのを聞きたいなと思っていて、実際にその事務所内でもし目を開いた使うとなったら、こういうふうなこと考えてますって今ありますか、はい、ちなみにあの元目今俺のパソコン映ってますか。映ってないです。あれ映ってない、もう一回刺すか。今郡和子さんのホームページをちょっと出してみたんですけど、結構情報がきちんと、日記なんか毎日更新されてるんじゃないですか。すごいですね、毎日更新、3日坊主で終わったけど日誌の日記ね、繋がるんですね。繋がった、出ました。あれですか、繋がんない、あれなんか郡さんの日記を見たことあるんですけど、はい、皆さんじゃあ郡和子さんのホームページちょっと検索して出してみてください。インターン生の様子とかも書いていただいて、そうですね、あ、ミラーリングか、それで、あ、今日から始まったんだみたいな感じで思ったりとかして、はい、ちょっと嬉しく思ったりとかしたんですけど、ね、す難しいですよね、日々の政治の情報をいちいち個々の政治家さんからって拾ってるのも大変だけど、うん、でもやっぱりあの欲しいしみたいな、どうでしょう、うん、行きました、ありがとうございます。今郡さんのホームページ開いてみました、画面上に。あ、出てるんですか。はい、今皆さんも我々じゃなくてこっちを見てます。はい、そう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 、日記がですねちゃんとこう昨日の日付、昨日というか、うんうん、はい、そうですね、ですよね、はい、はい、よほどのことがない限りほぼ毎日、はい、へえ、ご本人で書かれてるんですか。もちろんです。おお、はい、素晴らしい。メールマガジンとかもありますね。どれくらいの分量なんですか。
結構長いですよ、ね、日記はまあ普通の、まあ、日記なんで、あ、これくらいですか、ね、そう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 、でも原稿用紙1枚分かそれ以上はじゃあ、まあ、写真も載せて、逆にあんまり長くても読めないですよ、ね、うん、日記だもん、でまたコラムというのを、はいはいはい、定期的に出してまして、新年のご挨拶、はい、はい、でこれははい、まあ、その時の、まあ、法案だったり、うんうんうん、その時のことごとをですね、うん、まあ、少し詳しく、うん、まあ、議員の考えをお出しをさせていただ、はい、まあ、議員本人がもちろん書いて、うん、はい、出しているということですね、うん、はい、相当な量になっていると思います。月に何通かは欠かさず書いているので、そうですよね、はい、これもやっぱりやってる議員さんとやってない議員さんいらっしゃいますよね、当然、多分そうだと思います、ね、はい、あまり更新されてないまあね、それはしゃあないっちゃしゃあないんですけど、僕が、うん、あ、インターンしてた先生は、うん、議員さんは週1ぐらいでメルマガを配信したんですけど、まずメルマガに登録しないと来ないですし、まあ、アドレス変えてたりとかしたらもう一回登録しないといけないしって、結構もらうまでハードル高いけど、はいはい、あれですよね、そのバックナンバーは全部ホームページにあるから、うん、後で見れるんでしょ、まあ、見れます、やっぱりそのアクセスする手段っていうのが少ない、うん、そうですね、うん、さっき電話なり、まあ、1回議員に直接アクセスを取らないとそのメルマガももらえないし、結局そのやっぱ選挙期間中に、はい、まあ、電話のお手伝いとかしたことあったんですけど、うん、やっぱそういう時ってもう完璧に支持してる人にしか電話行かないわけじゃないですか。確かにね。で、ああもう入れるから入れるからみたいな感じの人が多いわけですよ。はいはいはい、質問が来たんですか。ああ、ちょっと、はい、難しい。難しい。それは普通司会者が見ていいかどうか判断しません。いや結構、いやなんか。どうかなと思って。これは実は私知ってる人から質問。ちょっとこれまた、いや本当に私存じ上げない。あ、分からないってことですか。本当に、本当に、はい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 、はい、なるほどなるほど、はい、お酒とかを持ってくる、これ受け取っちゃダメなのかどうか。ダメじゃないですか。でダメなんだ。え、受け取るのはどうなんでしょうか。選挙事務所を開設、はい、あ、選挙事務所開設ってことは、まあ、あ、事務所を開設、最後まで読めてない。選挙事務所開設の時に、ごめんなさい、僕もパソコン持ってくれば分かったです。そうですね、選挙事務所を開設するときに講演会の方とかがこう、まあ、いわゆるこうお祝い物を持ってくると、それを受け取ることができるの、受け取りますかという結構ストレートな質問なんですけど。え、まず政治家って物とかお金とかもらっていいんですよ。あ、お金もらう、全て報告書、お金とかは報告書もちろん書くものはありますんで、はいはいはい、あれもちろん、カンパもありますもんね。そうですね、はい、選挙後でももちろん認められた、ね、これ選挙事務所開設っていうの表現は、これって選挙期間突入したって意味になるんですか、ね、そうですね、選挙事務所開設はもちろん公示、はい、公示の日なので、うんうん、そうですね、そうすると基本的には受け取れないってことになるんですか。それも別に、ちょっと私も外に出っ張る人間なので、あ、そうか、内側の作業は、はい、正直本当にそうなんですね。そっかそっか、はい、まあ、受け取ってもちゃんと載せりゃいいんです。なんかこういうふうに受け取りましたみたいな形で載せれば大丈夫。ね、どっかの今、ね、入った国会議員さんとかも支持者の方から振り袖もらって初登庁しましたみたいなことを言っちゃう。それはちゃんともらったって書いてればいいんだ。はいはいはい、はい、さすが。それ我々が見れるところに一応でのあるわけですよね。うん、でも面倒くさいから受け取んないという時もあります。僕は別に国会議員じゃないけど、はい、知事の選挙を手伝った時には、はいはいはい、そういうのは一旦全部お返しする。お返しする。へえ、いらない返した。確かにね、欲しいし、確かに、ね、逆にそのね、でも議員ありましたよね、その献金とかもこうなんかこう受け取ったら後で実はなんかこういう団体あったんだけどあなたそういう人なんですかみたいなことを追及される国会議員さんとかもいましたよね。国籍が違ったとかそういう話、なんかそういうのもありましたし、あとかそれも菅さんでしたっけ。そうそうそう、前原さんめっちゃ前原さん、前原さん、そうそうそうね、善意でやってるのか悪意なのかも分かんないから。今日これってあれですよね、もう完璧にその違うところからのなんか資格だったりとかしたら怖いですよね、まあ、悪意を持ってやってくる可能性もあるってことですよね、うん、上げちゃって情報をどっかの週刊誌とかに、そう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 、あいつ受け取ったぞみたいな
それそういうリスクがあるから受け取らない方がいいみたいなことになっちゃうわけですよね、最終的には。なんか損ですよね、そういうの。なんか議員さんだって人間なのに、なんか大した問題ではないところでまあ叩かれたりっていうことは、うん、そう家庭訪問の先生が家でケーキもらうのと同じような感覚じゃないですか。それ別に怒られんの。いや、なんか公務員もらっちゃいけないみたいな。そうなんだ。あるんですよ。あ、そうなんだ。じゃあお茶も飲めない。全然知らなかった。どうなんでしょうね。まあ、なんか常識的な坂は大丈夫。うん、あ、常識的なね、はい、なるほど。それは議員ケーキの中に小判とかが入ってたから、ね、あ、それあ、ちょーでなんか饅頭とか渡されて、ちょっと床になんか敷いてるみたいな、うん、小屋黄金色の饅頭じゃんみたいな。うまそうじゃのみたいな、山吹色のお菓子を持ってきたみたいな。それは300年前の政治家の話だよ。はい、あ、もう一つ質問してます。選挙期間中の議員秘書さんが普段の生活と違うところというか、その選挙期間中だからや特にやってはいけないとか、そういうことってあるんですか？基本的には、はい、もちろんまあ、ご馳走したりとかそういうの全部会うと、うん、これも選挙期間中とかじゃなくても、はいはい、普段から常に、うん、はい、会うとです。割り勘ですか？あ、全ても割り勘ですね、うん、ごめんなさい。秘書さんでもいや秘書さんもですね、はい。そっか、じゃあ奢ってもらうことはできないんですね。これって選挙区以外でもそうなんですか？私たちの場合は東北比例なので、はい、例えば、まあ、群馬じゃないですか。群馬の人にも確かどうなんですか。でも人捨てに聞いたんで、本籍じゃなくて今住民票、うん、あ、そっか、住民票群馬で、あ、住民票群馬、はい、じゃあいいのかな。ある議員からじゃあこれから移せと言われたんですが、僕は群馬から移す気はありません。なるほどね。そうそう、ただ群馬のこの中で一番の選挙期間中の議員秘書が普段の生活を、はい、違うところ、まあ、やってはいけないことっていうか違うこと、逆になっちゃうんですけど、はいはい、っていうのは寝る時間がないですね。そうですね。寝たらいかんみたいな。初日とはい、その1週間後にお手伝い行ったんですけど、はい、初日なんかあんなギラギラした人は、お前ポスティング行ってきてとかって言われると思わなかったんで。いや、でもその辺は僕らもすごい似たようなところがあるんで、テスト1週間前はよっしゃ1週間計画的に、あ、この計画的にっていうのが別ですね。テスト前日とかはね、なんか寝ちゃいけないみたいなね、しさはあるよね。まあ出てますけどね、今日。来ちゃったけど。まあ12日間、まあ、週だと12日間。特には参議院選挙だとか、県知事選挙とか、全県選挙は17日間。なるほど、ね。一月の半分。非常に厳しい戦いですよね、自分。消耗する。消耗する。てか、もう宮城県全部って本当に大変だと思いますよね。そうですね、はい。衆議院のちっちゃいところでも案内大変なのに、宮城県めちゃめちゃ広いもんね。だってあれですよね、そのもうなんか100メートル間隔で人を住んでない、100メートル間隔じゃないと人住んでないようなところまでも行かなきゃいけないわけですよ。まあ北海道とかもそうですよね。それでいいんだすいません、ちょっとさっきのこの意地悪な質問をした人からですね、ショートメールで正解が来たので、試すようなことしないでください。我々もドキドキしながらやってるんで、いや受け取っちゃダメだと思いますよみたいなことで、分かってるんだろうかの、こう我々を試すようなですねクイズをですね意地悪してダメですか？ダメらしいですね、結果ダメだ。お酒は、うん、お金に限らず、うん、まあだからさっき言ったようにきちんとしたこう手続きを踏まなきゃいけないってことですね。つまり、うん、ありがとうございますって感じにはいかないっていうことですね。なるほど、まあ、選挙事務所で受け取らないっていうことしますね。あー、事務所で、そう、個人どんどんグレーゾーンに話が入ってくる。カズマさん、さすがですね。僕がしたわけじゃないですよ。なるほど、大人ってすごいなと思って。確かに、でもだって受け取らないって失礼ですよね。でも確かにですよね、なんか心象的に応援してくれるっていう気持ちですもんね、うん、あ、そうか、逆にお金は献金で処理すれば大丈夫、うん、あ、そうか、物はダメってことかもしれないです。酒はダメ、お酒はダメ、うん、酒は女はダメ、酒と女はダメ、酒女はもうダメ、女は完全にハニートラップじゃないですか。途中が来てるから話の流れが分からない、どこから突っ込んでいくのかな、はい、もうどんどんヒラードには文句なしに突っ込んでください。おもう一個来てます。議員秘書の皆さんは将来議員を目指す人が多いんでしょうか。気になる、確かに。確かに。
確かに確かに。やはりあの、まあ、数って言ったら、はい、なんですかね、あの一般の方、一般と言ったらもうあれですけど、本当にあの、はい、そういう関係ないところから来られる方ももちろんですけど、まあ、例えばあの国会議員の中にももともと議員秘書の経験された方々っていうのは非常に多いですよね、うんまあ、それはあの正確な数値じゃないって断り付きで構わないんですけど、はい、議員さんというようなその役割に憧れて秘書になった人なのか、それとも秘書さんをやっていく中でそういう使命に目覚めたのかって、どっちの方が多いんですかね。どうですかね、なんとなくで構わない。 どちらもいらっしゃると思うんですね。あ、両方いますね、はい、なんかいろんな人とか、うん、そうですね、うん、まあでも身近なところにいますしね、うんうん、なんか誰って言えないですけど、はい、ちょっと聞いた面白い話では、はい、あの卒業したけどどうしようみたいな、うんうんうん、あの方がいて、うん、で議員さん、はいはい、で議員さんが目つけて、はい、あのうちの事務所で働かないかっつって、あのヘッドハンティングしてきて、はい、でなんか大活躍して、はい、今議員になってる方とか、へえ、そうね、いらっしゃったりっていう話は聞きます。声かけられなかったらニートみたいな。いや、それはまたそれで別の人生。ヘッドハンティングなんですか。いや、わかんない。あ、そうか、ヘッドハンティングだから早い段階であれか。そうです、ね、そうかそうか。でもあの例えば松下政経塾さんとかで学んでっていう人たちも中にいるわけですよね。でもそっか、まあ、でもそれは官僚からとか、うん、あ、そう、官僚からとか、ね、そっか、はい、そっか。あと宮城県の議員さん、なんか他のお医者さんとかニュースキャスターからっていう、うん、人がなんか一足飛びコースが多い気がするんですけど、なんかイメージですけど、一足飛びっていうか、なんかこう政治家の道みたいな、あの官僚やってたりとか、うん、あの秘書やってたりっていうよりは、うん、医者さんやってていきなり出てみたいな。多分ですね、まあ、その方々と直接お話をしたことはもちろん あれなんですけど、はい、まあ、こう社会で生活していくにあたってやはり問題っていうのはどこだってあることで、うん、この法律がこうだったらいいとか、この制度がこうだったらもっと良くなるとか、うん、そういうのっていうのは非常にやっぱ山積みだと思うんですよね、うん、あの社会で生きていく中で、うん、でやっぱそれぞれの分野で問題意識を持った方々っていうのがこう志すっていうのはもちろんあるんじゃないかなっていう、うん、それであればちょっとですね、まあもう3分の1過ぎましたのでちょっと話をですね進めていきたいなと思うんですけど、今ちょうどその、ね、3時間か、そう政治のね、話出てきたんですけど、議員さんがじゃあ実際その、まあ、当選して国会議員として、仕事が始まりますと、そうやっていくと日々こういろいろな仕事をすると思うんですけど、やっぱ我々って、まあ、その揉めてる法案とかはよくこうテレビとか新聞でも目にするんですけど、日々って別にそんなね、毎回毎回こう喧嘩したり毎日のように牛歩戦術してるわけじゃなくて、当然まっとうな真っ当なこう国会とかをやってるわけじゃないですか、はい、で例えばあれはそっちの方に話をちょっとこうどんどん移していきたいなと、途中休憩も挟みますけど、で例えばその郡和子さんだったら、その何なんでしょう、その経済も外交も教育も全てのことにこう関心を持つ人が議員さんになるのか、それともやっぱり特定のものに関心を持つ人が議員さんになるのか、まあ、両方いると思うんですけど、でも政治家になったら当然広い分野の知識って求められてくるじゃないですか、うん、その辺って実際なんかどうなんですかねって言ったら質問が漠然としてるんですけど、まあ、最低限これは知っておかなくてはという最低限のラインが非常に高いんだと思うんですよ、ね、うんうん、確かにそうです、なるほど、やはりまあ、多分やそこの選挙区から選出している議員ということで、はい、まあ、そこの選挙区のまあ様々なお声というのを聞いて届けなきゃいけないっていうふうになると、はいはい、やっぱりそこの知識全てのものに対してある程度というかかなり高いレベルで知識を持ち合わせていかなきゃいけない上で、やっぱストロングポイントっていうのを、さらに持っていって、いうのがほとんどの議員の方々かなと。すごい勉強してらっしゃる方もたくさんいますね。本当になんか政務調査費とかで、うん、結構厳しいところだと僕が知ってるのは買った本の表紙を印刷して、うん、提出するっていうのがあるんですけど、うん、月に十何冊とかっていう単位でこう勉強してやってらっしゃる方とか、あとなんか最近勉強しすぎて寝てないみたいなっていうのがちょっと分かるような方とか、やっぱり
僕も学校で農学と経済学やってますけど、いろいろ問題絡んできたりすると、やっぱ一つだけ得意でもダメだなっていうところで、うん、議員の方々すごい勉強してるなって思いますね。僕がこの世界に入って一番びっくりしたのはそこですね。議員の方々の勉強量っていうのがすごくて、僕もまあ最初に入ったのは学生の時だったんですね。大学3年生の時から。コスモさん座りますこっち。大丈夫です。風景もいい。風景もいい。まあ大学3年生の時から入って、で大学生の時もまあ結構本とか読んだり、自分でいろいろフィールドワークで、まあ論文書くので、フィールドワークで行ったりっていうのは少しは量多い方なのかなというふうに思ったんですけど、もう全然その日じゃなかったんですね。この世界の方々っていう、議員の方々もそれは市町村議会議員問わずですね、国会議員問わず本当にかなり勉強してらっしゃる。そうでしょう。勉強した上で現場も知ってるから、だから僕もインターンに行った時に、僕は農学勉強してますけど、農業の話で議員に全然ついていけなくて、実例で米農家がこうなっていて、ここの地域の産業がこうなってて、で法律がこうだからこれからこういう風にしていかなきゃいけないんだけど、こういう問題があってっていうのを全部はぁーってメモを取りながら聞くしかできなかったですね。そうですね。いや、逆にタレント議員の例えばやわらちゃんとかはもう勉強してるんですかね。それちょっとですね。完全に俺もしてないと思ってますか。いや、例えばそのな誰とは言わないですけど、やっぱりこうその例えば自民党が大勝したとか民主党が大勝した時って、うん、結構そういうその出てくるね。そう、小泉千鶴の中にもいたじゃないですか。すっごい、すっごい今聞こうと思ってた。ああいう人たちでもやっぱりそのすごい知識量持ってるんですかねっていうか。いや、知らない人もいると思うよ。なんかその議員足りえてない人がいるような気が。まあだから別に必須ではないですもんね。うん、それは結果的な話であって、うん、なんかやっぱりその得意な分野がもしかしたら発信力っていうところに特化してる議員もいると思うんですよ。やっぱそれも必要だと思うんですよ。その、なんだろう、国民が分かりやすく、その、うまくその自分の中で咀嚼できるような話し方ができるっていうのもすごい一つの能力だと思うし、そういう意味も必要だと思うから、そういう人たちも良し悪しじゃなくてチームとして、うんうん、ただまあ一般的にいわゆるそういうその秘書さんだったりとか、その政経塾とかいうところを経由して、まあ元々国会議員を志してって上がってきてる人たちだったら、まあ生半可な知識量では当然ないよっていう、そのまあベースの議員さんたちの話ってことですよね。逆に簡単になりやがってと思ったりするのかなみたいな。あ、逆に、ね、確かに議員さんたちから見たそういう人たちってどうなんだろうみたいなのあるかもしれない。一緒にしないでほしい。あとかね、まあ、まあそんな答えられるわけないんで。俺は想像するす、ね、同じ政党としてですね、同じ理念に共感して、うん、ということであれば一緒に勉強をそして、私たちも本当に、うん、まあ、その業界で、うん、トップを取った方々だと思いますので、うんうん、私たちも本当に勉強させていただきたいなというふうにはもちろん思ってます。うんうんうん、入ってからもいろいろやるんですか。入ってからすごい勉強するみたいな。はい、まあ、いいですか。あ、はい、なんか逆に言えば、それだけこう名前が売れてるってことと、カリスマ性みたいなところとか、まあ、求心力あるっていうのは、それだけ選挙戦略でおいても大事ってことじゃないですか。うん、その知識量よりも。まあ、それの良し悪しは別としてね、現状 その選挙ってまあどうしてもそうなってる部分は、うん、だってもし頭いい人だけが政治家足りえるんだったら試験やればいいじゃないですか。うん、ああ、科挙みたいな。科挙みたいな。あれ官僚か、そっか。でも官僚は逆に言うとそうだよね。うん、官僚っていうのは頭いい人がなるみたいな。うんうん、逆に官僚は使えるような才能を持ってるっぽい人に入れるんじゃないですか。うん、ああ、政治家というのもね。なるほどね。けど政治家ってそのなんだろう、頭が良かったりとか、うん、その何とかが優れてるとかって言っても受からない時もあるわけだから、うんうんうん、そりゃそういうのもあるから、うんうん、それも含めてやっぱり選挙っていうのは見まく、うん、なんだろう、うん、投票しなきゃいけないだろうし、うん、よく人を見なきゃいけないのかなと思うんですけど、思いが僕は一番大事なんじゃないかな。まあそうですね、そこですよね、やっぱり。うんうん、広告塔で上げられるんじゃなくて、そういう人はちょっと思い持ってればいいんですけど、思、うん、いじゃなくてその党の戦略でなんかボンって出されるようだちょっと嫌だなと思ってて、うんうん、まあ、
どうも分かんないけどね。いやでも我々その登場する人一人一人はそういうなんか思いに逆に敏感になる必要がありますよね。うん、逆に言えばなんかそっちよりも、うん、そのめちゃめちゃ勉強してるんだったら、うん、そういうところをもうちょい出してほしいな。なるほどね。だって1日何冊も本読んだって、うん、実際にこう表に出さないと自分の中で溜まっていくばっかりだったりとかじゃないですか。うん、例えばブログで更新してるんだったら今日のおすすめの1冊これですみたいなのとか、うん、今日これを読みましたみたいな感じで感想を入れたりとか、それが制作にどう生きてるかみたいなのが結びついて考えられたりとかできる。うんうん、いいかなとか、もしくはそれってもうなんか日本的な美徳で隠してて裏打ちされててこうバッてなんだろう制作として出て、あすげえやっぱこの人だなっていう感じなのかな。なんかその 本でそのなんだろう得た能力ってやっぱり何冊も何冊も重なって、まあ、出てるものとかだと思うから、うんまあ、なんかそうなの全部出すっていうのっていうよりもやっぱなんかなんだろうその考え方が生きた発言とか、うん、やっぱりそういうの方がいいわけやすいかな。でもやはりあの議員の方々それこそご当選された方は委員会で質問されますよね、うん、そういう知識量とか裏打ちがあってのお話ができたり、うんまあ、あとその本だけじゃなくて現場視察っていうのが非常に多いんで、うんうん そこで得た知識聞いた事柄っていうのがやっぱりそういうのに反映されていると思うんですよね、うんうんうん確かにさっき言われて思いましたけどタレント議員って僕らタレント議員っていうレッテルを貼って、うん、その人がいかに頑張ってるかってあんまり見ないなって思って逆にあ確かにいややわらちゃんでしょ、うん、っつってじゃあやわらちゃんがどんだけ頑張ってるか知ってんのかどんだけ怠けてんのか知ってんのかそこ知らないよねそうあの今話聞いて思ったんですけど逆にね確かにね橋本さんなんてそれこそねもう知事やって役所ね、やって、まあ、あの人はもしかしたら、まあ、元弁護士ですから、うん、彼の結果ですけどまだほら別に弁護士って言ったってさ、はい、あの弁護士だったら普通知識広いかそうです、まあ、そうだな ロジックもあると思う、うん、あの人はでももしかしたら別に悪い良い悪いじゃなくてさ、はい、やっぱり途中から政治家になろうっていう 思って、はい、テレビ出てたんじゃないかなっていう気はするよね、うん、でもそれあるんだよね、うん、でもそのまんま東さんも、うん、東国原さんもでも本当は芸人よりも政治家になりたかったっていう昔からですからへぇーインタビューで言ってましたからもうそれはどっちかというとその手段として芸人だったみたいなところはあるっていうふうに言ってたよへぇーなんか橋本知事もなんか新助の今知事じゃないけどあれあ今市長もなんかニュースあの、うん、弁護士の法律番組に出てて、うん、しかし新助に、うん、あのなるやろみたいな、うん国会の風刺とかでなるやろみたいに言われたときは、うん、あれこれ俺いけんじゃないかとかって思ったんじゃないですかね。なんだっけちょっと急だ。緩和急だ。いや聞きたいことあったんだけど今話聞いてたんですけど。いや議員がどんだけ頑張ってるかみたいな。ああそう難しいですなんか定量的に測れないじゃないですか。例えばそのよく例えばあの全然法律に詳しくないやつが法務大臣になったとかって言って叩かれるじゃないですかよくメディアで。うんあのどの分野でも、うん、あれってどうなんですかね。いやそんなことはないっしょって思うんですよ。そんなことはないですよね。専門確かにエキスパートっていうかその人のメインテーマではないかもしれないけど、うん、それと知識がないとかとまた全然別問題ですね。そうですね。あとそこでいくとあの僕のある、うん、まあ東北大学かわかんないですけど教授が言ってたのは。うんあのこういう政策を進めるためにどういう頭脳陣を置くかっていうのもまた戦略っていうので例えば食料自給率をここから下げたいから、はいはい、あのこういう教授を呼んであの公聴会を開こうみたいな、はいはいはい、そういうところもあるので例えばあのそのこの例えば法務大臣が、うん、あのエキスパートじゃないっていうのは、うん、違うところを見てエキスパートじゃないって言ってる可能性もあるかもしれないですね。あ本当に使いたいところはみんなが言ってるそこじゃなくてこっちの能力を使いたいんだ。うん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 。なるほどね。そうすると、あ今あと言ってる。ソーシャルストリームはこっちで見れない。あいやでも結局はただその何だろう。逆にその例えばこの人がいやもともと外交のエキスパートでとか、まあ、あるいは例えば今の麻生副総理だったら、うんうん、それは、ね、その
どちらかというと外交的な発言で目立ってはいたけど、まあね、財閥の御曹司でもあるし、経済にも当然詳しいだろうしということで財務省とかもやれてたりするわけです。社長でしたっけ？社長確か。あ、そうせめんと。いや、社長だったんじゃないですか。そうせめん、うん、我々は身近にないけど、あの九州とか、うん、すごい大きな。あ、そうせめんと。そうそう。ただ、例えばそういう人が、だからそういう人だったら変な話、その財務とか外務大臣すりゃいいやんって言うだろうし、下馬評も多分みんなそう思うんですけど、それでも例えばそのマスメディアが批判するように、いやこの人全然法律のエキスパートじゃないのになんで法務大臣なんだよみたいな叩き方をするのは、逆にでも そこに配置する側の総理の思惑とかも当然あるわけですよ。さっき言ってたような官僚が頭いいんだからっていうところで言ったら、その頭いい官僚と仲良くできる大臣くっつけちゃったら、別にその大臣エキスパートエキスパートかどうかは関係ない。さっきの発信力と同じですよ、うん、どこがすごくいいのか、うん、たまに返せないのがありますよね。返せないなんか下世のなんかどうなんだよくわかんないあのコーヒー飲んでたりとかよくわかんなかったからまあ、それはね、それはあんまり深く研究しない方がいいかなって思っちゃうんですよね、まあ、多分、うん、なるほどね。小堀さんはちなみに、はい、改めてですけど、うん、与党時代どういったことをやられてたんでしたっけ。まあ、一番2009年からはですね、あの厚生労働委員会の理事、うん、あと消費者特別委員会の理事とやっていたんですが、はいはい、まあ、震災で留年しましたね、うんうん、2011年の9月からは復興の大臣政務官を、はい、それはもうそうですね、新安倍先生の安倍内閣が、はい、まあ、発足するまで1年以上ずっと、はい、していたというので、はい、まあ、どうしてもそちらの記憶の方がやっぱり近しいし、あとやはり、うん、まあ、すごく仕事量もあったっていうので、うんうんうん、私の記憶の中にはすごくありますよね。小堀さんは厚生関係っていう表現しないか、厚生労働は社会保障、はい、社会保障じゃないか、社会もともと障害者関係ですよね、はい、あ、そうですね、はい、それは小堀さんはその障害者関係の政策とかを強くこう持たれていたということですね、はい、そうですね、はい、じゃあそれはご自身 その本質的に達成したい分野の、職に就けたということになる。ああ、なるほど、はい、はい、ですね、はい、理事、はい、なるほど。で、まあ、震災があってやはり、まあ、宮城の議員ということでそちらの担当になってというようなことですね、はい、なるほど、はい。なんかあとですね、今ちょっとキーワードが出てきてて、今最初についたのが委員会の理事、委員会の理事です。何委員会でしたっけ。厚生労働委員会、消費者特別委員会。その我々って、はい、その厚生労働委員会と厚生労働省との違いとか実は全然わかんないんですよ。私だけかな、うんうん、その大臣、その、うん、厚生労働省の大臣っていうのと、あとその厚生労働委員会で理事をやってるっていうのと、どれぐらい立場というか立ち位置が違うのかとか、あるいはその、復興省副校長ですね、の政務官っていう言葉も出てきましたけど、はい、じゃあ政務官って今度何みたいな。それ2回目でやりましたよね。あ、そうなんですか、ね、そうテーマ、うんうん、副大臣って何とかやりましたね。あ、そうそう、副大臣とか。あれ、あの時どのぐらいまで話したっけ。なんか結局その、うん、なんだろう、その例えば、ま、代理出席だとかの話とか、うんうん、あと何でしたっけ、どういう話でしたっけ。第2回でいろいろ話したと思うんですけど、うん、副大臣、副大臣って結局何してんだろうとか。あ、副大臣の話をしたね。政務官の話ってそんなにしたっけか。なんか、うん、同じようにどういうことしてんだろうねみたいな話とかありますよね、うん、確かあんまりなんか分かんなかったよね。知識がやっぱりなくて、うん、その辺ってある程度説明できますか。そうですね、まあ、どこまで、はい、まあ、その省庁、あの復興庁でももう、はい、非常に特殊なものだったので、うん、この政務官としながら、うん、宮城県の対策本部長、うん、なので宮城県全域にもう多岐にわたっていろんなところの、そのまあこの収集ですよね。あ、もちろんあの長男、復興長男で、まあ、はい、国会議員としてではなく、まあ、つまり立法府ではなく行政側の方になる、まあ、三権分立の、まあ、また違うところというところがまず一番ですよね、はい、で復興庁の場合は、まあ、その宮城県担当で、
本当に気仙沼石巻って、うん、あの北の方の宮城県の一番県北の方からあの県南の蔵王町までいろいろな、まあ、ところを視察させていただいて、でそこを、まあ、制度だったり法律だったりにこう反映させるということを、うん、まあ復興庁の政務官として、うん、あの他の省庁とかですと例えばあのワーキングっていうのがあるんですね、はい、でまあ、この法律に対してどういうふうに改正するかとか、うん、あのそういうのを議論する党のワーキングっていうのがあるんですけど、そこに、まあ、あの要所要所で政務官の方副大臣の方、これはあの国会議員としてではなくてその行政のですね方として来ていただいて、でそこにあの、まあ、これはこういう判断します、まあ、ジャッジメントとかそういうのも含めてしていただくというのも一番あります、うんうん、確かやっぱりその、まあ、行政機関から出す法律作りのためにということなんですか。ですね、その法案法案によっては変わってくると思うんですけど、例えばあの与党の場合とかだとあの圧倒的に法律って出すのは各法が多いですよね、うんうん、あの 各法立法法法定、州法、三法、各法と3つあって、各法の場合は行政側から出る、うん、あと衆議院立法、参議院立法、今ね3種類なんですけど、はい、あの与党の場合はもちろん政権与党ということなんで、うん、あの行政、まあ、その大臣、副大臣もそのままつながっているので、うん、一緒にこう議論して、そのまま各法を出すと、うん、いうことはあります、ね、じゃあもう、いわゆる議員立法とかっていう表現ありますけど、あれはもう基本的に野党から出てくる。ですね、いや、そうでもないんですね、ただ、超党派というのもありまして、まあ、与党、野党も関係なくですね、はい、有志が、はい、集まって同じ問題意識を共有して、はい、で、この法案をどういうふうに変えたらいいか、はい、この問題を解決するにはどういう法律が必要なのかというのを話し合って、そこで出された法案というのはもう本当に数多く。私ですね、今まだこの、あ、その政務官っていうのは、はい、省にもあるんですか。あります、あります。そっか、はい、全省庁にあります。そっかそっか。でそうすると、あ、ややこしいかな。厚生労働省と厚生労働委員会の違いって何ですか。立法と行政のところですね。委員会は、はい、あの国会、国会、はい、あ、国会内の、内の、はい、あ、分科会みたいな感じ。分科会というか、はい、まあ、その厚生労働部門の法案を審議するのが厚生労働委員会です、はい、あー、なんとなく、なるほどなるほど。あれ、それって確か議席数によって、はい、その与党、その党が何人とかっていう感じで決まってるんでしたっけ。そうです、そうです、あの理事の、だからその委員会で全部決まっちゃうっていう形なんですね。え、じゃあそうなっちゃうと、例えば与党でめちゃめちゃ特定の分野薄くなっちゃって、はい、なんか専門分野じゃないのに入ってきた人みたいなのも出てきてしまうことってあるんですか。そんなに多いんですかね。だから確か対象者とかな。でやはりあの問題意識っていうのは、うん、この委員会にも入られる方はそこの委員会の問題意識っていうのを持って入られる方だというふうには思っています、うん、なるほど。そうすると、まあ、ここもややこしいっていうか我々普段意識してないんですけど、特にその与党の議員さんの場合は、行政側につく人といわゆる元々の国会議員の役割であるその立法側につく人と、まあ、役職が分かれるっていうことですよね。あ、そうですね。兼務ってことはあるんですか。まあ、ないです、ね、兼務は基本的にない、はい、基本的にないですね。なるほど。三権分立の観点からですか。どうなんですかね、まあ、三権分立の観点もあるのかもしれない。すみません、ちょっと不明瞭。ただあの仮に両方やるっていうのは時間的にまず100%。ああ、もう忙しくすぎて無理だし、両立しないということで。なるほど。そうだ、一回そうだ、委員会っていうのを傍聴したことありまして、はいはい、その、なんだろう、実際にその、なんか国会見学っていうよりも、うん、すごいなんか議論してる場っていうのが見れて、すごい面白かったんですけど、なんかその、やっぱり、ある程度最初に通告した内容を、まあ、話すんですけど、すごい今議論もなかなか激しく、そう面白いものが見れるっていう。逆に大臣って兼務あるじゃないですか。
何大臣、県の大臣みたいな。そうですね、まあ、やはり見識分かれると思うんですが、はい、大臣は何人までって法律があるんですよね。あ、はい、あ、ありますね。はい、なので兼務せざるを得ないっていうのは。あ、なるほど。あ、ね、そっか。長なんか長とか増やしちゃったりすると特に、はい、ってことですね。なるほど。二十何人とかしか、18に増えたんだと思います。ごめんなさい、間違ったらごめんなさい。はい、そこは。内閣っていうのは基本的に行政ってことですよね。つまり内閣というのは、はい、で立法府はまあその法律を提案で国会に対して審議をする立場の人たち でそこは基本的にはまあ今分かれているという、うん、で野党の人たちっていうのは当然 行政側に関わることはまずないわけですよね。そうですね。ですよね、はい、うんうん、まあ、当たり前っちゃ当たり前のことなんですけど、けど今回あれですけど、ね、はい、拉致問題とかあと平沼さんとかが政府の中、はい、一緒に入ったりとかして、へえ、別に連立を組んでいるわけではないけど、なくそのやっぱり平沼さんはその、うんうんうん、拉致に詳しいからということで、うん、一緒に やるってパターンもなんか今回昔アメリカでもありましたよね。うん、大臣、まあ、日本でいう大臣クラスを、はいはいはい、野党から引き続きやったって、はい、確か。それはですね、実は私もにわか知識ですけど、国によっては、まあ、特に私最近前回も持ってきたんですけど、スウェーデンの取材をしてスウェーデンはですね、法律によって野党から大臣を選出しなければならないみたいな、そういうのも決まり事もあるみたいです。全員与党だけで構成するっていうのじゃないらしいです。うん、だからそれはやっぱりその法の決め方とかによって結構変わってくるのかなっていうところですね。あるみたいですね。はい、日本はできはするんですよね、野党から大臣。民間からでもできるけどやってどうすんだって状態ですよね、多分。民間、確かに民間から決定があるんで。ああ、そうか。あれって原則全会一致ですよね。そうです、そうです。そっかそっかそっか。あ、そうか。反対なんかされたら。毎回反対されますよね、やってるから。確かに。解散とかで反対が出ると、その大臣全部罷免しなきゃいけない。ああ、そっかそっかそっか。なるほどね。いろいろ。まずそもそもそれで罷免すると任命責任問われてまた叩かれますね、うん、止まっちゃうんですよね、そこで政治。なるほどね。ちょっとこの辺はやっぱりなんかね、もしかしたら見てる人たちの方が思ってほしいのかもしれないけど、難しいですよね、この役職。うんうんうん、言葉尻でしか普段聞かないし、うんうんうん、だからぶっちゃけて言うと副大臣も政務官も何やってるかよく分かんない。そうそうそう、未だに結局、うん、なんか非常にやっぱり実感はかなり追われますね。まあ、うん、実際その近くにそういう方がいたんで、はい、まあ、ある程度分かる部分はあるんですけど、うんうん、だって議員さんの今昔みたいな顔の比較するとすごいなんか、あ、歴戦の強者感が出る。なるほど。実際私たちも、うん、まあ、議員が政務官になったっていうことで、まあ、行政の時、それはもう完全に時間をけじめをつけるんですね、うん、もちろん、うん、でやはりもちろん公務の方が優先になっています。やはり私たちの立法業務とかその選挙を見据えてとかではなく、うん、やはり国のために働いていただく、うん、もちろんそれが一番ございますので、うん、そちらの方に本当に長い時間、うん、そちらの公務に集中していただくっていうのがあったんですね。で私も最長で1週間くらいお会いできないっていうのがありましたね。普段はむしろもう毎日のようにお会いしてるんですか、議員さんとは。特に国会ない時にはほぼ毎日、はい、毎日、はい、あ、それが会えない、はい、重要な時だけこうお電話とあとメールでご連絡をさせていただく。うん、大変だ、大変です。しみじみと。ちょっとしみじみしちゃったところですね、まあ、1時間半過ぎましたのでちょっと一旦休憩を入れたいかなと思うんですけども、はい、なんか最後にじゃあ発言の少ないやっぱ平尾とか長谷川君とか何かこうこの流れで聞いておきたいこととかあります？この流れで。この流れじゃないのは後半で聞くので。難しい。結構難しいですよ。うん、特になければそのまま休憩入って、ざっくりその役職とか考えたときに、うん、うまく日本で二院制で勤務してんのかなみたいな。ああ、その二院制か。参議院の人でも当然でも与党だったらなんかにもつくわけですよね。うん、そうですね。まあ、そういう割はあんまり内閣に入んないですけどね。あ、そうか、ほとんど衆議院ですか。うん、そうかそうか。参議院、そうですね。そう、政務官とかその辺には参議院の人はつくんですね。もちろんです、どちらかというとそういう
そういう登用が多いって感じですか、参議院の人たちっていう。登用ね、やっぱりそのスペシャリストであればもちろん大事になるけど、はい、なんかいろいろ求められてんだなっていうのは聞いててしみじみっていう、与党になったら、まあ、衆参合わせて300人くらいいる中で、はい、10何人しか大事になれないですけど、そうですよね、もともと衆と参合わせると、はい、3の方が人数が、まあ、もちろん250人で少ないわけなんで、はい、まあ、比率的な問題もあるので確かに、そうそういうのになりたくて勉強する人とかもいるんですか、こう特定のこの大臣になりたいとかこういうポストに就きたいからすごい勉強してますみたいな。それはそうじゃない、やっぱあれ、うん、今回の下村さんとかもそうらしいです。あ、はいはいはい、そういう大臣だとしたらなんかだんだん盛り上がってきましたね確かに確かになんかまたソースは、まあ休憩入れときましょう。そうです、ネットセンターの話です。ヒラード大丈夫ですか。お、全部、はい、じゃあ10分ぐらいですね休憩をして50分からちょっと再開したいと思います。ちょっとごめんなさい、あのテロップも50分から再開っていうことで出していただければと思います。後半はですね、まあ、あの前半で話しきれなかった話も拾いたいですし、あともうちょっとこう具体的に政治家さんのお仕事というか、あのもっと踏み込んで、あの踏み込んでって言っても別になんかこう浮きつくなくていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ休憩です。音量じゃ一旦ちょっとこう小さめにしていただいて。